ちょさあクライマックスシリーズファイナルステージ佐々木チャンネル今日はパ・リーグ編ねパーソル CS パーでございますソフトバンク対日本ハムファイナルステージ佐々木ちチャンネルで味方選挙ねえー、語って言いきましょうどういう戦い方なのかまずはねアドバンテージがソフトバンクには、ね 一月くっていうところで、まずは一勝。だからソフトバンクは三勝。えー、日本は四勝しなきゃいけないっていう中でのね、えー、戦いになりますけども。まあこのね、日本ハムとしてはこのね、え、ロッ戦、えー、二勝一敗。まあ参戦してしまいましたけれども、この勢いを持って、 どこまでいけるかっていうところがポイントだし、まあ、ソフトバンクはねフェニックスリーグでね、えー、実戦経験を養いながらこのファイナルに、ねえー、備えてきたっていうところで、まあ、王者、ホークスどう戦っていくのかっていうね、えー、中での一戦になりますけども、まあ、日本ハンムのポジティブなところで言えばやっぱり伊藤大海を、ね、使わないでこの初戦に当てれるっていうねところはかなり大きいかなとしかし、ファーストステージで加藤ねそして北山山崎幸也 金村をほぼ使っちゃったっていうね、まあ金村とか、まあ、全体的にそんなイニング数そんな投げてないからね、えー、感覚詰めていけるんじゃないのかなっていうところはあるけども、まあホークスとしては、多分有原、もう出てるかな、有原、伊藤美ねこれはもうまあ予定通りっていうところでね、だから、有原、モイネロ、ス、ま、チ、あ、ュワート・ジュニア、大関か、大関・スチュワート・ジュニアって順番だろうし、まあ、日本ハムとしては、どうやるな、伊藤大美バーヘゲン、 加藤まだ金村山崎幸也がセットなのか、もしくはもうそこは一人ずつ行くのかによって変わるけどね、北山っていうところで、まあ行くんじゃないのかなっていうところですけども、この戦い、結果何が起こるのか、殴り合いの打撃戦です。はい。打撃を制したチームが勝つというデータが。 サザキチャンネルのもで、えー、調べ上げた結果出てます、ね、いうね、まあ、ところで2位から上がってきたね、えー、日本ハムからまず見ていきましょう、まあ、今年日本ハム対、ね、ソフトバンク12勝12敗1分けることで全く五分ですがっぷり打つだから正直どっちが勝つか分からないっていうところで、まあ、先発ね、えー、伊藤大美、えー、対ソフトバンクに対して防御率2.63で、えー、6先発して1完封でクオリティスタート4回の4勝1敗 左率は2割3分4厘のウィップ1.05とね、まあいい形で襲えてきてると。で、ペイペイドームだけで言うと、え、防御率1.57、3先発、え、3回クオリティスタートの2勝0敗負けだし、え、被率は2割2厘と、え、球場の中で一番打たれてません。で、ウィップ0.91と、ランナー出すのも一番打たれてないと。で、全体的には被率はまあ3位、まあ良くも悪くもないという形で、まあ相性がね、伊藤博美からすると、まあ、ホークスは悪くないっていう中で、 この初戦ね、勝って一勝ぱ敗に持ち込みたいっていうところがあります。しかし、その後、まあ 2, 辺2戦目想定のバーヘ、えーゲン、防御率3.60度、まあ先一発1回しかして、1回しかしてないの、先発ね。1登板しかしてないからちょっと参考バテリっていうところだけども、まあ0勝0敗、二、え、割、ー、3分五厘、えー、左率で1.40ウィップというところで、まあここは参考。まあバーヘーゲンは一番もう足で、 クイックがあんまりうまくないからね、足でかき乱されたらきついなっていうところもありますけども、まあ、伊藤博文は長いイニングかもわかんないけど、バーフェーゲンはもう早めに5、6回で終わってリリーフ勝負っていうところになるかなと。で、えー、次、3戦目来ると思うのが、まだ、あ、中5日ぐらいで来ると思うんだよね、日、月、火、水、木だからね、中5日ぐらいで加藤が来ると思うんだけども、なんと対戦、ソフトバンク、対ソフトバンク防御率4.79へワーストです。 えー、パリ5チームの中でねで4先発して1位攻スタートの0勝3敗1回も勝ちなし被打率が3割2分9厘のワースト1位ウィップ一点1 5 0もワースト1位というところで全く抑えきれてないというところの不安材料。 そして、えー、続いて山崎幸也。ねえー、防御率3.71、えー。こちらはまあ3位。まあね対戦成績でいうと他のチームと良くも悪くもない。えー、6先発して、クオリティスタート4回の3勝1敗。被打率は2割6分6厘でワーストでウィップ1.26もワースト2というところで、まあ、ランナーは出すけども、最低限クオリティスタートを保って踏ん張ってるっていう感じかな。だからまあ、 全体的に防御率はちょっと若干悪いかなっていうところもあるしちょっと打たれてるかなと思うけども、まあ、結果的に見たら4クオリティスタートから、まあ、23失,失点の最低限というところでは試合を、ね、作ってるのかなっていう印象です。で続いて金村、えー、対戦成績が2.45防御率4投板して先発は1回だけ、ね、0勝1敗、えー、左率き2割2分2厘ウィップ1.09というところで。 ちょっと投手陣が全体的に抑えれてないなっていうところはこの数字になります。まあ、その中でね勢い持ってどこまでいけるかはね過去の成績関係ないよ佐々木朗希だって日本ハム戦打たれてたけど抑えましたよっていうところもねあるんでね、えー、どうなるのかっていうところもあるけどもちょっと全体的に投手の成績から見るとまあ良くないと。 打線でいうと、もうここも打ち合いでいくしかないっていう中で、えー、やっぱりね、このファーストステージでも、まあ、存在感を見せた清宮ね、えー、ホークスとの対戦成績、2割7分7厘、ね、日本、塁打8打点、OPS8、7、2の得点減打率4割っていうところで、えー、いい形のね、成績も収めてますし、ペ a ペ p ドームでもね、2割5分、ホームラン2本、打点6と、で、OPS がね、9、9、6と、エスコンフィールドよりも OPS が高いと、で、得点減打率4割と。 球場の相性もそれほど悪くないと。で、一発もあると。ね、OPS も高いっていう中では、えー、また、こう、ファイナルでもね、キーマンになるんじゃないのかなと。あと、ホームランは出なかったけども、やっぱりね、ヒットを量産したレイエスね。大砲屈、大津、3割3厘。こちらね、パリーグの中で2番目に打ってて、ホームラン7本、打点17、えー、OPS993 の、え、得点源大数3割8分2厘と、パリーグの中でも上位の2位の成績を収めて,てで、ペイペイドームでも2割首4厘、ホームラン2本、打点9。 えー、OPS844、えー、得点ゲーラーズなんと4割5分5厘とね。やっぱこの清宮レイエスポイントだね。このファイナルでもね。で、えー、状態がね、他調べてみたら良かったのがマン中にね。えー、タイホークス2割6分8厘と2番目に打ってて、ホームラン5本打点13、OPS8 割5分3厘、ね、853と。で、ペイペイドームでは2割8分1厘と打率も上がって、ホームラン2本打点6、OPS886 っていうね。えー、と、ちょっと得点ゲ内ナーが2割2分2厘と、 え、低いんだけども、このファーストステージのように、一発でドーンと空気を変えれるっていうところは、ファイナルでも期待できるんじゃないのかなと。あとね、えー、良かったのが、朝間ね、えー、ファーストステージにね、サヨナラヒットも打ちましたけども、こんな高めのボール球もね、あの一発がね、ファイナル進出に導いたからね、えー、ホークスね、2割6分5厘、出塁率がね、3割7分5厘と高い。 OPS787 と。得点圏打率1割4分3厘と低いんだけども、えー、非常に打率が高くて出塁率高いから、まだ一番とかにおいてね、書き回すっていうところではいい存在感を、えー、見せるんじゃないのかなと。あとまた水野ね。えー、水野はね、あの打率自体はホークス8、184で低いんだけども、得点圏打率3割6分とチャンスで強い。まだこれもね、ファーストいいところで打ったから、これいい材料。で、えー、松本も得点圏打率4割2分クリと、得点圏打率いいんだよね。 打率はちょっと2割2分6厘とちょっと低いっていうね、えー、ところはあるけども、こういうね、高さを持ってるっていうところは、えー、存在感、えー、大きいかなと。あと、注目どころがね、あと打線ではねマン、えっと、マルチネス、打率は2割3人とホークス相性があるんだけど、ホームラン3本、打点7とね、えー、結構一発長打っていうところがあるから、ここら辺もね、えー、ペイペイ球場狭いからね、一発構成としては大きいのかなと。 なんか打線にやってキーマンは清宮、レイエス、万波だね、この3人の一発構成でどこまでいけるのかで、得点圏で松本、水野も状態いいですよと、朝間の出リー率にかけて、まあ、マルチェス、まだ代打かも分かんないけど、チャン最後一発というところでは、ね、非常に大きな存在感を見せるんじゃないのかなと、だから朝間一番のまだ清宮とか、ね、こう続けていくかもか、まあ、打順変わるからね、ファイターズはね、そういった意味でも、打つ方はは、ね、そんな悪くないんで、清宮、レイエス、万波。 で、チャンスでの松本水のね。朝間の出塁率。ここら辺がね、ポイントなんで。でもやっぱり結局、興味はレースになるかなと。あと、万代もね、ちょっとこの3人は、えー、要注意、ホークスからするとね、注目どころとしてあげたいなと。ね。えー、そして続いてね、えー、ホークス。首位ホークスっていうところで、先発ね、有原で行きますってなったら、有原が対日本ハム、なんと防御率4.11と、えー、パリーグ5球団でワースト。先発5回指定にクオリティスタートの0勝2敗。 え、被打率が2割5分でワースト。ウィップ1.20もワーストと、ハムに対して今年相性が激悪です。はい。で、そして2戦目、想定と思われるモイネロ。ね、こちらも防御率4.80。ワーストです。接発3回のうち2位クオリティスタート。で、1勝2敗。え、被打率も2割5分でワースト。ウィップ1.27もワースト。2位こちら。だから、アリハラ・モイネロが、パリーグの中でハムに一番相性悪いっていうところがね、ちょっとシーズン中のネガティブポイント。 続いて、まあ、スチュワート・ジュニアね、ね、えー、防御率2.64。まあ、こちらね、2.64は高いんだけども、まあ、パリーグの中だったらワースト2。で、5先発して3クオリティスタートの2勝2敗。で、被打率はニア・リ分ブ・リリンと、パリーグの中では一番打たれてる。で、ユッペも1.27と、パリーグの中では一番悪いっていう中で、まあ、有原もいれずに比べるとね、防御率も、被、えー、打率もいいんだけども、自身の中だったら日本ハムに相性の悪さを出してると。 で、大関ね。えー、こちら防御率3.00。こちらも自身の中ではパリーグの中でワースト2。で、5先発して3クオリティスタートの0勝1敗。でも、被打率は1.67と、えー、一番打たれてないんだよね。で、ウィップも0.90と、ね、この4人の中で1人だけ1切ってていい感じ。だここはね、一発でやれてる感じ。大関はね。パンパンって、あの、そのヒットは打たれてないけども、一発でドーンってやられてる感じだから、ちょっとね、先発この4人集があんまり、 相性がすこぶる良くないんだよねで、えー、じゃあもうさっさとリリーフで行こうっていうところで、まあ、杉山がね10試合投げて防御率0.00非常にで藤井が1.29長谷川が1.93でヘルナンデがね3.3あと変なんですが、ね、ちょっとワーストなんだよねで津りが2.08とね、えー、全体的にリリーフはそんなに悪くないから もう先発は長いイニング、まあ試合状況によるけどねバタバタしてたらもうそこリリーフに転換して、ね、行くっていうところもホークスとしてはポイントかなとちょっと調べてみたら予想以上に投手陣の今年の日本ハムの相性がちょっと悪すぎるっていうところがね若干不安材料、えー、しかし、まあ打線ねま近、あ、藤も DH で帰ってこれそうだしね で柳田、守備に守れる、だからまあひょっとしたらまあ代打とかに今度もなるかもしれないけど、まあ、足の状態によ、まあ、るよね。まあ、その中で、ホークスね、攻撃的栗原、ね、対日本付近打率2割7分5厘と3番目に打ってて、えー、ホームラン5本はパ・リーグの中で2番目に打ってると、OPS815 ので、得点圏打率1割2分5厘がちょっと低いと、で今宮、ね、打率3割、ホームラン1本、スリーズ3割組むと高い、ね、で得点圏打率2割6分7厘とね、非常にいい形に持ってるっていうことは、やっぱポイントかな。 あとやっぱりねシュート、多分でシュート今宮の一時的なもなるけどやっぱキーマンは、ね、シュートだね、ソフトバンクは。シュートがね対日本、えー、ハム、第率3割2分4厘盗塁9個はパ・リーグの中で2番目にしているとで OPS774 はシュートの中でいうとパ・リーグ1位得点源打率も4割もパ・リーグ1出塁率3割なり7厘もパ・リーグ1位なのよ。 だからめちゃくちゃス出ー率して取ってて打率も高い足も活かせてるっていうところでシュー東が一番出ててかき乱しながら今宮も打率も高いからヒットで1、3塁を作っていくっていうところがこの、ね、どういう打順になるか分かんないけどシュート今宮ないこの1、二番をホークス打てにとってかなりキーポイントプレーヤーになるんじゃないのかなと思いますでその中でまあ、クリーンナップっていうところにね、えー、行くと思うんだけども、まあ、柳田がね今年7試合しか出てないんで、まあ、参考までに2割5分ね。ね えー、そして、えー、近藤がね、えー、対戦台数3割2分くり、えー、3位ホームラン5本は1位打点15も2位。 OPS1.038 は2得点減定率3割7分5厘は1で出塁率4割4分6厘だからこれ近藤が、まあ、万全かどうかもポイントだけどもこれが抜けるってなるとホークスにとっては今年で、ね、ハムに対して相性が良かったっていうところを考えるとちょっとネガティブポイントになるけどもまあどうなんだろうねっていうところだねちょっと見てみないと分かんないね動きもねで山川4番に座ってね打率は2割4分5厘で対日本ハムも、ね、パ・リーグの中では3位ホームラン7本は3位打点17も3位で OPS784 も3位 で特典現代率2割7分6厘しかし出塁率が2割9分4厘とワーストっていうところでまあ、長打率で一発っていうところだからまあ、それも山川らしいけどもね、えー、そういったところではね、えー、長打も含めて、えー、爆発力もあるっていうねで他でいうとねまあ、正木がね2割5分8厘でも正木もちょっと怪我しちゃったからねこれどうなんやろうっていうね。 柳町がね、2割5分。ね、で、えー、得点減数4割、出ート3割8分6厘だから、こう柳町もね、えー、結構相性もよく出塁できるんちゃうかっていうね、えー、ところもありますけど、まぁ、あ、ちょっとね、相性いい選手がちょっと怪我で不安要素っていうのがね、ちょっと打線の中にとってはちょっと不安かな。でもだから、ポイントはシュート今宮、この1、2番が躍動するかどうかがポイントだと思う。あとは柳田の復帰のこう好調さ。 近藤がどこまでねあのできるかこれはもう初戦を見てみないとわかんないんでねそこは初戦見ながらチェックしたいと思いますけどもあとは、ね、これチームとして、えー、日本ハムから見たときのソフトバンク、えー、防御率がね3.80パ・リーグの中でチームとしてワーストヒョン・ルイー,ーが23こちらワースト2。ね で、フォアボール、予思球が81とワースト。だからめちゃくちゃフォアボールとかも出してるし、防御率もあるし、一発もあるっていうところで、まあ日本ハム投手陣が全体的にソフトバンクを抑えきれてないんだよね。日本ハムの全体の防御率が、あのー、2.94だから、1悪いからね、対ホークスの中で。これはちょっと投手陣にやっぱり打ち込まれてるなと。打率が対ソフトバンクに対して2割2分よりホークス。ここでワースト。だから一番打て,てないホークスのピッチャー陣に。でもホームラン26本と、 一発は打ててるんだよ。これ1位。パ・リーグの中で。だから、日本ハムはね、もう、一発、長打構成だね。万波、清宮、レースの長打構成。そこにランナーを置いていけるかどうかっていうところポイントで、あの、多分防御率が一気に悪くなってるのも、ツーランとか、ランナーを置いてパンパンパンってホームラン行かれてんだろうね。この26ね。だから、コンスタンスには打たれないけども、一発ドンってやられてるっていう中が、 まあ、このホームランがポイントかな、日本ハムは。ソードバンクは、ね、対日本ハムに対して防御率が3.41と、こちらもパ・リーグの中でワーストで、ソードバンクのチーム防御率が2.53だから約1点悪いと、基本塁打が26本、竹、ね、村ってこれでもワースト、吉久、えー、が88、こちらもワースト、ねで、エラー16も結構多いっていうところで、この無駄なランナー出して一発ドーンっていかれてるんだよね、データ的に。 で、打撃はね、チーム打撃が2割5分クリーンだったところ、対日本ハムが2割6分7人で2番目に打ってて、ホームラン23と一番多いから、打てるのはね、この打ってんだよね。この全体的な成績で言うとね。で、考えると、言い方変えたら、もうこ悪かった投手陣がどっちが抑えるかだけども、データだけ見たらもう、どっちが打ち勝つか。もう、これだね。もう、殴り合いだね。 だからロッテ対日本ハムは投、ね、のロッテ守備のロッテダル、日本ハムこれどう組み合わせるかマッチアップ、ほこだて対決だったけども、このもこファイナルはもう打ち、データ出たのね、もうどっちが打ち勝つかと、ね、打てなかったら負けるっていうドジャースみたいなもんだねもう、あの、ほコほコ対決もうどっちもほこほこ対決、ね、だから初戦、伊藤博美で日本ハムとしては勝ちたいし有原が初戦勝ったらもうトントンと行きそうなね。 ええ、感じがしますね。まあ、といったところで、まあね、有利なのはね、ソフトバンクは圧倒的に有利、それ1位なんだからね。で、ここで初戦、有原が取ったらいきなりガーンって有利になるし、ここで伊藤博美が取ってね、まあ、この、打ち合い、どうなるのかはもう予測不可能です。ファーストステージも予測できなかったからね。だからまあ、明日注目しながら、皆さんね、こういうふうに見ていくと面白いと思います。打ち勝つか 抑えれるか、まあ、ど,っち点でどっちの視点から見るかによって違うけどもね、えー、そういった展開だと思いますということで佐々木チャンネルパ・リーグファイナルステージ、ね、どういう感じになるのかお伝え解説しましたそれでは明日から楽しんでいきましょう